皆さんこんにちはレック専任講師の根本ですえ今回は私と赤松講師の方で行う本試験の期日出題予想講座について説明をしていこうと思います均一予想論点最終チェック講座というものです 私は今まで択一の分析をよくやってました。その択一の分析というのは、周期性を持って見て、あ、この周期だったらこれが来るという観点での分析をしていました。で、実際、均一の実在予想をし、その周期性で当たったことも結構あります。ただ、周期性だけで読めないものがあります。それが実の動向です。で、今回、私の周期性と、実務科の赤松講師の実務科観点の視点で、 予想することについては私の予想をもとに赤松講師が予想しそれがレックの予想として皆さんに提供します講義としては赤松講師の方が不動産登記私根本の方が商用登記を担当します梅田駅前本校は赤松講師が全部行います ではその講座どんなレジュメなのか赤松講師の方から説明お願いしますはいみなさんこんにちは、えー、レックス専任講師の赤松です、えー、それでは給付の予想論点最終チェック講座、えー、まあどのような講座内容なのかテキストの方を簡単にお見せして、えー、説明をさせてください、えー とまずあの例えばです、ね、一例としまして、えー、今年の予想連、えー、論点としまして実務的な傾向からすると、えー、実務で普及している法定相続情報を利用した登記、まあ、こんなものは予想されます、えー、それから例えば、えー、商業登記ですと、えー、関西区の会計限定の登記などは予想の1つです。えーまあ、それはあくまでも予想の1つにすぎませんがそれを一例としてテキストの方を紹介します。 えと例えば法定相続情報を利用した、えー、不動産登記相続登記ですが、えー、このように法定相続情報を、えー、提供しましてそれで、えー、登記の申請情報を書いてください、えー、ということですが、まあ、これだけならば法定相続情報について初見でもおそらくできると思います。た、えー、ただ法法定定相相続続情情情報報報にににつききましてては、えー、こう添付情報が出 ほ他の添付書類のどこが省略できるのかあるいはできないのか法定相続情報を利用することで通常の相続登記と違うところですね、まあ、そういったところまで1つ突っ込んで理解をしておく必要があるかと思います。はい、それから商業登記ですが <laughs> はいえー、とこちら例えば、監査役の会計限定の証明書こういった証明書を利用して会計限定の登記をすることがあります。えー、で、例えばこういった問題が出てきたときに、えー、登記記録が提示されて、えー、情報制限規定があります、えー、非公開会社です、えー、そして、えーまあ、本店,一店の登記がされています調書記録として、えー、会計監査人監査役会は設置したことがない。 はいでまあ、こういった証文形式で、まあ、一般論として会計限定の登記の申請ができない場合これをまあ自分で答えてくださいそれから申請情報を、ね、書いてください、まあ、テキストとしては一応基本的に一面に問題を出しましてその次のページで回答解説を示すという形で作っていきます。はい、それれとです、ね、問問番はこれ難問で このケースで会計限定の投機をしようと思えば、ここで本店移転をしています。実はこれちょっとポイントになるところでして、この場合は過去の登記録を確認する必要が出てきます。一体そこで確認すべき事項は何なのか。はい、えっ、ー、とそういった形でですね、えっ、ー、と皆さんがご存知の A ランクロン店、B ランクロン店。 を中心にやっていきます。C ランク論点はほぼ扱うことはありません。で、Q スの A ランク論点、B ランク論点なんですが、少々一歩突っ込んだ形でですね、まあ皆さんが本当に、えー、まあ理解できているかということを最終チェックしていただきます。で、えー、まあ去年のね、あのー、まあ本試験にも出ていましたが、例えば、えー、上位制限規定を廃止して、えー、公開会社となる。 でその時は、四倍ルールを守る必要があるんですねで。これはもう A ランク論点なんですが、にもかかわらず、えー、これ、できてない人が非常に多かったわけです。えー、もう議事録に上手制限の廃止と書いてあるので、それをそのまま申請書に書いてしまったということが、えー、方がです、ね、たくさんいらっしゃいました。でまあ、それは、理由としては、やはり、えー、そういったトレーニングができていないからだと思うんです。上手制限を廃止する。じゃあ、その時に、えー、どういうことが論点となるのか、えー、注意すべき論点は何なのか、ですね。 まあそういったことをまあ自分でこう言えるような練習をしていく必要があるかと思いますでまさしくこの講座はそういったスタイルの講座になってます例えば先ほどの会計限定でも会計限定の統計をするんだったらどういったところに注意をしなければいけないのかということですねそういったところをしっかりとまとめたテキストになっています まあ今年の本試験の当然まず予想ですねそれからそこで使われる雛形そして何よりもその予想論点について注意すべき事項ですねそういったところをこのテキスト盛りだくさん提供しておりますから、まあ、ぜひ本試験の現場まで持っていってもらって、まあ、その場で見てもらってですね皆さんの今年の本試験の必勝マニュアルになる ことを期待しております、えー。ぜひね、こちらの講座の方を、えー、ご期待をください。先生は、もう、何か一言。じゃあ、最後はい。はい、赤門先生、当てるんですよ。三 <laughs> 年ほど前に、そろそろ解散が危ないよと、え、なんでですかと。いや、あの、みなし解散の広告、毎年やってるから、危ないよと。って言ってから、翌年と翌年出てるんですよね。<laughs> はい。 で、毎年先生、期日の予想の講座をやっていて、当たってるんですよね。本当に先生の予想はすごいと思いますので、ぜひ期待してください。では、教室でお会いしましょう。最後までご,、えー、ご視聴ありがとうございました。